はい、こんにちは、タケチャンネルです。今回はですね、早速、タミヤのインプレッサ WRC、モンテカルロ2005年仕様ですねの制作を早速やっていくんですけれども、今回やっていくのは、ボディの下処理を、いつものようにやっていこうと思います。で、一応もうステサフは拭いてあるので、ここからね、塗装前の下処理をやっていくっていう感じで作業を進めていきます。はい、まあ下処理がね一番大事な作業なんで、やっていこうと思います。そしたらね、いつものようにまず筋彫りからやっていこうと思います。まあタミヤなんで、それなりにねしっかり筋彫りは入ってはいるんですけど、やっぱりメタリックなのもあって結構しっかり塗装していく形になるので、ちょ念のためね、しっかり彫り直しておこうと思います。あと、まあ抜きの関係でねちょっと甘くなってる部分とかも少なからずあったりするので、その辺もしっかり彫っていこうと思います。ほんとね、筋彫りのポイントは力を入れないことなので、優しく撫でる感じでやっていきます。なので、筋彫りツールはねなるべくいいの買った方がいいです。本当にじゃないと失敗のリスクがすごく非常に高くなっちゃいますので、その辺はね、いいやつをおすすめします。ね、筋彫りはね喋るとかなりの確率でミスするんで、ちょっと黙ってやっちゃいますんで、早送りします。はい、はい、そしたらね筋彫りをしてあげるとこんな感じになります。まあこんな感じっていうのは、まあ、筋のところが青くなってるだけですけど、こんな感じで、結構ねこういう窓枠の本来ゴムモールがつくところ、これは明確に筋が入ってるわけではないんですけど、こんなんとかも結構塗装するとね、この境目が曖昧になっちゃったりとか、ぼやっとしちゃうんで、あとでねマスキングする時とかに結構困るんですよ。なんでここもね軽くでいいんで筋彫りを当てておくと後々結構楽になるかなと思います。このモールの下のとこね、ここのところ、はい、こんな感じ。そしたら次は、全体のねパーティングラインとかを消していくのと、あと引けを見ていくために、全体にペーパーを当てていきます。で、まあ最近は僕はこの紙やすのを使ってるんですけど、これの400番を使ってペーパーを当てていきます。で、この水研ぎなんですけど、水研ぎでこう全体をこうめくっていくんですけど、これのね、一番の理由は今言ったパーティングラインだったりとか引けとかを確認するっていうのが一番の大きな理由なんですけど、これはこんな感じで、開封の時にも言ったね、裏側に穴を開けるようなダボがあるから出っ張ってるって言ってたところが、こんな感じで真っ先にねこう下地が出てきましたけど、こういうなんとかを鳴らしてあげるっていうのも一つの大事な理由なんですけど、もう一つの理由がね、エッジを立ててあげるっていうのが、大きな理由にもなります。で、エッジを立てるっていうのがどういうことなのかっていうと、プラモデルってプラスチック、まあその名の通りプラスチックをね、成形して作ってるんですけど、どうしてもねその成形の精度だったりとか、あとはプラモデルのプラスチックの特性
だったりとかで、こういう角の部分、あのフェンダーのこういう角のとことか、こういうエッジが立ってるところとか、こういうところがどうしてもあの丸くなっちゃうんですよね。多分こう成形し終わって固まる過程とかで少し丸くなったりとか、あとまあ流し込みの時点で少しこう角のところにはなかなか入りにくいとか、そんないろいろあると思うんですけど、ちょっと丸くなっちゃうんですよね。で、まあこの今のね、すぐみじゃない、塗装も何もしてない状態とかだとそれほど気にならないっていうこともあるんですけど、やっぱりここから塗装をしていくと、その角の丸さっていうのがどん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 さらに丸くなっていっちゃうんですよね。要はあの塗装が周りについていくんで、表面張力で角の部分はどん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 丸くなっていっちゃうんですよ。なんでそれを繰り返していくと、どん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 こういうあの角がちゃんと立っててほしい場所がどん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 だるくなっていくっていう結果になっちゃうんで、それを防ぐために、この時点でこうちょっと400番ぐらいのペーパーとかでがっつりと削りを入れてあげて、その角を立たせてあげる。もうこの塗装前の状態だともう角がもう指引っかかるぐらいピンピンなぐらいまでエッジを立てておくと、塗装し終わった後にちょうどいい塩梅になるっていう感じになってくれます。なのでね、僕はもう毎回必ずそこまでペーパーを当てるようにしてます。なので、ね、400番でだ、それをやろうと思うと400番じゃないとなかなか効率が悪いですよ。600番とか800番で捨て作を落としていく人結構いるんですけど、エッジを立てようと思うとやっぱり400番ぐらいの粗いペーパーじゃないとなかなかしんどい、時間がかかって大変っていうのがあるんで、僕はいつも400番を使ってやってます。一回ね、まあ、この辺はその人によってやるやらんっていうのはあるとは思うんですけど、よかったら一回やってみてください。本当ね、全然違いますから、出来上がりのその雰囲気が変わってくるんで、一回よかったら騙されたと思ってやってみてもらったらいいんじゃないかなと思います。まあね、400番で最初やると次600やって800やってって感じで、大変にはなるんですけど、手間は増えるんですけど、その分ね、終わった時のその仕上がりっていうのはこう歴然とした差が出てきますので、よかったら一回チャレンジしてもらいたいなと思います。そんなわけでね、こうせこせことやっていくんですけど、喋りながらやってたら屋根全部削っちゃったんですけど、ほらこんな感じでまだね、サフが残ってる場所がありますよね。ここはね、要はへこんでるってことなんですよね。まあ、プラモデルの成形上しゃあないんですけど、ちょっとへこんでるっていうことなんで、こういうところがなくなるようにこうやってね、ペーパーを当ててあげるという感じで進めていきます。はい、そしたらね、ひたすら削っていくだけになるんで、ちょっと動画は早送りでやっていこうと思います。一応ね、400番が終わるとこんな感じ、こんな感じ、まあ、ちょっとね、この辺のドアノブ周りとかはちょっと入り組んでるんで、ね、まあ、今回はかけてません。で、こう注意しないといけないポイントっていうのがまあ何個かあって、まあ、とりあえずそこをね、しっかりやってればある程度なんとかなるっていうのは、まず一つはルーフ、こうね、天面で一番プラモデルをこう展示した状態で一番よく見える場所なので、ルーフはきっちり引けを処理するっていうこと、
で、あとボンネットですね。ボンネット、特にボンネットはちょっと残ってるな、ボンネットとかはよくここの後端の部分、このフロントガラスの手前の後端の部分、あと先っぽのこの部分にひけがよく出るんですけど、それが残ってるとね結構目立つんで、そこをしっかりやる。ちょっとこれまだ残ってるんでね、まだやり足りないですけども、きっちりやる。で、あとボンネ、トランク、トランク、この車の場合はここにでかい羽がつくんでね、そんな目立たないとは思うんですけど、トランクも結構引けがよく目立つポイントなので、トランクもしっかりと引けをきっちり取ってあげる。同じようにね、こっちのガラス側とこの端っこのところ、ここに引けが出やすいので、その辺をきっちりやってあげる。まだここも残ってますね、ちょっとね残ってますけど、やってあげる。で、あともう一個がこのピラー、このまあこのインプの場合はA ピラー、B ピラーすごい細いんで、まあ、C ピラーだけの話にはなるんですけど、このピラーの部分、ここがね意外と結構どのキット見てても引けがよく出てる場所なんですよね。で、これちょっと残ってますけどね、まあ、お手本のように全部残っちゃってますけども、こういうのがね結構、出来上がりの時、こう斜めに置いてカーモデルの場合よく見るんで、こう見た時に結構目立つんですよ。なんで、これもしっかり落としてあげるっていうのが大事だと思います。で、逆にここのドアだったりバンパーっていうのはあんまり引けが目立たないので、まあまあ、やった方がいいのはやった方がいいんですけど、まあ、そこそこでも全然いいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、あと、まあ、パーティングラインはね全てきっちり消し切るっていうのが前提ですね。はい。で、あとさっきのあのエッジ出しの話をしたと思うんですけど、エッジ出しをするときに、これ例えばフェンダーのこの縁のところやるときにこう当てちゃう、要はそのこういうエッジに対してペーパーをこう当ててしまうとここが余計丸くなっちゃうんですよね。なんで、あのエッジを出そうとしてるのにどん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 エッジがなくなっていくっていう形になっちゃうんで、イメージ的に言うと、これ例えばフェンダーとするしますよね。フェンダーとしたら、ここのエッジの 0.5 ミリ内側を削るぐらいな感覚、だからこうヤスリの端っこはね、ペーパーの端っこはこのエッジのところにかかってるけど、あくまで押さえてるのはエッジから 0.5 ミリか1ミリ内側のところにペーパーを当ててるっていう感覚でやってあげると、ここのエッジがね綺麗に立ってくれます。さっきまでこう指で擦ってもこうスルスルスルっていう感じだったんですけど、今こう指でね擦るとガリッガリッガリッっていうぐらいここのエッジが立った状態になってます。これぐらいしておくと、塗装をした後でもこうここがねこうボテッとした感じにならなくなりますので、ここら辺をね気をつけてあげるといいんじゃないかなと思います。結構ねこれだけで雰囲気だいぶ変わりますので、よかったら一回チャレンジしてみてください。はい。というわけでね、あと、まあ、600番800番かけてサフを拭いていくんですけども、まあ、その辺はもう同じような絵面の積み重ね、繰り返しになっちゃうんで、ちょっとカットします。で、まあ、サフ吹いたらちょっとしばらくサフをじっくり乾燥させたいので、ボディの方はしばらくお休みで、シャーシの方、シャーシとか内装周りの方を、次優先的にやっていくっていう感じでやっていこうと思ってますので、また続きを見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけますと、更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。あといいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。